東京都が去年4月に施行した大規模災害時の帰宅困難者対策を記した東京都帰宅困難者対策条例。東京商工会議所は条例の理解を深めて企業の防災力を高めようと会員企業への説明会を墨田区で開きました。一斉帰宅の抑制、さらに安否確認手段の周知、この2つです。東京都が今年5月に発表した調査結果によると、実際に水や食料を3日分以上備蓄している事業所は全体の 49% にとどまっています。東証ではこの結果を受けて企業側に帰宅困難者対策を進めてもらいたいと説明会を企画しました。説明会では東京で大きな災害が起きた場合、帰宅困難者が二次災害に遭う、渋滞で緊急車両の通行が難しくなるといった危険性が指摘されました。このような状況を想定し、条例では従業員を会社や安全な場所にとどまらせることで帰宅困難者をできるだけ出さないようにしようと企業側の役割を定めています。施設の安全性を確認した上で従業員を施設にとどまらせることや、そのために必要な3日分の水や食料の備蓄をすること、さらに安否確認のため従業員と連絡体制を事前に築いておくことなどです。備蓄関係というのは一応3日分以上、社内の方には一応準備をして、置いてあるというような状況ではあります。こういった機会でいろんな情報を得て社内の仕組みをきちんと回せるような格好にしていきたいなと。東証では今後、豊島、新宿、品川の各地区でも同様の説明会を開く予定です。